さて、テリオ。すまんな。お？よ。
そうだ、実は確か。そうか。すまんな。さて、おや、あんた。そうだ、あんた。いいだろう。なるほど。ただし、ああ、わかった。さあさあ、よし。なるほど。ほうほう。
なるほど。そうそう。よし。おっとっと。おい。おい。おっとっと。実は。
そうそう。なるほど。ああ。これは。ああ。そうだ。そうか。よし。それでな。兄弟。ふん。うん。ああ？そうか。おお。よし。そうだな。デリオン君。待て。さて。おい。いや。はあ。さあ。よし。あ。
ありがとうございます。ほうほう、なるほど。戦いの準備はできているよ。行くぞ。覚悟はいいか。なかなか考えがいがある。ここからが本番だ。よし！いい勝負。ここからが本番だ。さて、探らせてもらおう。行くよ。さあ、どうだ。氷を切り裂け。
ここからが本番だ。させるか。さあどうだ。やられるものか。私の番。新挑発ビフェルガンよ。今日は店じまいよ。さて、探らせてもらうよ。よし、行くぞ。どこ見てるんだ。行くぞ。おっさん、さてどうしようか。さて探らせてもらうな。いくよ。覚悟はいいか。さあどうする。さて探らせてもらう。どこ見てるんだ。ここからが本番だ。横一文字切り。
ここからが本番だ。覚悟はいいか。はっ、私の番。ここからが本番だ。大した強さだ。合格点。さて、探らせてもらうよ。そうだ、行くぞ。
さて、探らせてもらうよ。行くよ。やれるものか。さて、どうしてやれるものか。行くよ。新昇伯ビフェルガンよ。今日は店じまいよ。この程度か。さあ、どうする？やれるものか。さて、どうしようか。やれるものか。覚悟はいいか。よさん。私の番。覚悟はいいか、ゲロさん。やられるものか。覚悟はいい。マジックスピードだ。やっぱりここはごめん。
戦いの準備はできているよ。行くぞ。なかなか考えないな。傷を癒したまえ。さあ、どうする？この程度か。させるか。いくよ。覚悟はいいか。さあ、どうかやれるものか。やれるものか。覚悟はさあ、冒険の騎士、押して参る。よし。覚悟はいいか。なかなか考えがいがある。炎燃え、この程度なかなか考えがいがある。マジックスピード。いくぞ。よし、参る。私の番。ここからよ。新挑発ディフェルガンよ。商人だからって甘く見てでしょ。
なるほど。よし。レイバースケで見たのと形が同じだ。こいつを持ち帰れば、まずは一つ達成。そこまでだ、コソ泥よ。オルリック先生のお出ましか。噂を聞きつけて石流石を盗みに来たのか。だが、この石の価値を理解できぬ盗賊風情が手に入れてよいものではない。そうか、貴様、さてはバーラムの差し金だな。恩着せがましく口やかましい臆病なだけの男、バーラム。石流石の献金をやめろやめろ、まったくうるさくてかなわん。バーラムめ、この石は絶対に渡さん。そうか、俺はその石の価値なんてどうでもいい。だが元の所有者がその石を保証人でね、悪いが返してもらう。石油石は所有するにふさわしい知性と探求心を持つ者の手にこそあるべきだ。それがあんた自身というわけか。そうだ、これは私の研究だ。誰にも邪魔はさせない。他の者は誰も信じていない、そういう物言いだな。ああ、その通りだ。それがどうした。他人を信じないか。その気持ちだけは理解できるかな。分かった、風な口を聞くな。そろそろ貴様と話すのにも飽きたわ。この場で片付けてくれる。やるぞ。行くぞ。ここからが本番だ。さあ、どう出る。さて、探らせてもらおう。どこ見てるんだ。ここからが本番だ。
さて、探らせてもらおう。私の番。その程度か。さて、なかなか考えがいがある。氷を切り裂け。いくよ。闇夜の帳、災いを払え。さあ、どうする？投降しエベルよ。さて、よっ、なかなか考えがいがある。出そうか。さて、探らせてもらおう。遅い。さて、よっ、行くぞ。マジックスピードだ。集中していこう。赤学をアレファイオン。なかなか考えがいがある。さて、探らせてもらおう。その程度か。
覚悟はいいか。ここからが本番だ。さあ、覚悟はいいか。大剣将ブランドよ。また一つ強くなる。たかだこそ泥にこの私が。こいつはいただいていく。さてボルダーホールに戻るとしよう。ピースコードの言いなりというのも気に食わんか。戻った。テリオンさん、よくご無事で。こいつが赤龍石だな。確かに赤龍石で間違いございません。本当に何とお礼を言ったらよいか。お嬢様、テリオンは約束通りに取り戻してきただけです。それに戻ってきたのは赤龍石のみ。まだまだねぎらうには早いかと。ですがヒースコート、腕輪は外してあげてもよいのでは。余計な気遣いをやめてくれ。そんなつもりは。それにこの腕輪が外れれば俺が逃げ出すとは思わないよ。そうは思いません。物事を途中で投げ出すような方にテリオンさんは見えません。知らずのお嬢様は人を簡単に信じすぎだ。よく覚えておけ。どれだけ信じようと人は裏切る。裏切られてから泣いても遅いんだ。それはお嬢様、そこまでです。テリオンの言う通り、腕輪はまだ外すべきではありません。わかりました。それで次の龍石はどこに。探りを入れておりましたが、ウェルスプリングにあるようです。ウェル
ルスプリングか。確かあの町では闇市が開かれていますからね。闇市のことを知っている裏影に関わるやつしか知らないはずだ。やはりこいつはただ者ではない。その闇市で緑龍石らしき宝石が出品されている、そういう連絡がありました。分かった、すぐにでも取り戻してこよう。どうかお願いいたします、テリオンさん。見送りなら結構だ。あんたたちと慣れ合う趣味はない。良いのです、お嬢様。彼にも矜持というものがございます。矜持ですか。人から後ろ指を刺されようが、盗賊は盗みの技で生きるもの。その腕には誇りも自信も宿ります。しかし私たちは彼を陥れた。そんな相手からの同情と気遣いは侮りと感じるのですが、いや、そう感じるほどの矜持がなければこの役目にはふさわしくないのです。そうなのですか。誇り高い方なのですね。あの方が見せる寂しそうなお顔が気になって、まるであの頃の私のような。そうですか。先ほどはあのように言われてましたが、本当は